ブルーミンデイズ。日々これ良き日。Food in Bloom。実りの秋。秋は食べ物が美味しい季節です。サンマ、栗、梨、キノコなど旬の食べ物がたくさんあります。その中でも私が好きなのは椎茸。特に9月から11月に旬を迎える椎茸は、秋に子供の子と書いて秋子と呼ばれ、張りのある実に抜群の香りがあるのが特徴で、焼き椎茸などの焼き料理や天ぷらにもぴったり、鍋物にも欠かせない食材です。今回のフードインブルームでは、そんな秋の味覚椎茸についての豆知識をお送りいたします。椎茸とはその名の通り、椎の木に生えるキノコですが、クヌギ、コナラ、ミズナラ、カシといった広葉樹の枯れ木や倒木などでも栽培することができ、また家庭でも簡単に人工栽培することができます。そのため季節を問わず入手することが可能で、古くから日本の食卓には欠かすことのできない食材として親しまれてきました。特に干し椎茸は旨味成分が凝縮されており、肉や魚を使わない精進料理の世界ではなくてはならないものです。また最近ではイタリアンやフレンチの世界でも注目されており、中でも原木椎茸はポルチーニだけにも負けない旨味と香りを持っていると評判です。椎茸の栽培方法には、クヌギやコナラの原木を使い、林内や簡易な温室でキノコを育てる原木栽培と、広葉樹のおがくずにふすま等の栄養源を加えた培地を使い、温度、湿度の管理できる空調施設でキノコを育てる菌床栽培があります。1年以上の時間をかけて木の栄養分だけで育つ原木椎茸と、栄養価の高い添加物を利用して数ヶ月で育つ菌床椎茸では、当然味や品質が異なります。原木椎茸の方が味、香り、歯ごたえは強く、繊維が多く、タンパク質は少ないなどの傾向があります。干し椎茸は菌床栽培ではいいものができないので、国内産の多くは原木栽培で作られています。干し椎茸にはゆっくり成長した椎茸を、傘が開ききる前に収穫した干したどんこ、成長が早い椎茸を7分開き以上で収穫して干した後芯、どんこと後芯の中間期に収穫された後芯の3つの種類があります。椎茸には旨味成分グアニル酸や腸内環境を改善する食物繊維のほか、血液中のコレステロールを排出して血圧を下げる働きのあるエルタデニンや、免疫力を高める効果が期待できるレンチナンなど、健康維持を助ける成分が豊富に含まれています。体に良いさまざまな成分が含まれる椎茸ですが、他のキノコは食べられるのに、なぜか椎茸だけが苦手という方も多いようです。独立行政法人日本スポーツ振興センターの児童生徒の食事状況等調査報告書によると、小学生の嫌いな食べ物の10位、中学生の嫌いな食べ物では8位にランクインしています。そんな椎茸嫌いの人が多い理由ですが、実は科学的に証明されています。椎茸は少し変わった菌類で、普通の菌類が吸収しない硫黄を吸収するという特性があります。
硫黄は匂いを発しませんが、硫黄化合物は硫黄の匂いとも表現される匂いがあり、その硫黄化合物が椎茸の独特の香りになっています。その香り成分はレンチオニンという有機硫黄化合物の一つで、椎茸にしか含まれないとされています。子どもの頃に食べ慣れていれば問題ありませんが、慣れていないと大人になっても苦手な人が多いようです。子どもが嫌いな食べ物の定番であるピーマンなどは、他の苦い食べ物を経験することで自然と克服することができますが、椎茸の香りは他の食材にない独特のものであり、椎茸を食べることで克服するしかなく、大人になっても苦手な人が多いというのがその理由だそうです。一曲お届けした後、干し椎茸の戻し方のコツと出汁の活用方法についてお話し続けます。ブルーミンデイズ、日々これ良き日。Food in Bloom。前半では椎茸の種類や栽培方法などについてお話しいたしました。ここからは旨味成分が凝縮された干し椎茸の戻し方のコツと出汁の活用方法についてお話し続けます。干し椎茸の美味しさを左右するのは戻し方。しかし間違った戻し方をすると、せっかくの美味しさを楽しむことができません。椎茸の戻し方の大事なポイントは、さっと水洗いし、密閉性の高いタッパーやファスナー付きの密封袋に入れ、冷水で6時間から12時間前後冷蔵庫で戻すこと。ぬるめの水ではなく、必ず約5度くらいの冷たい水を入れてください。冷水で戻した場合は吸収もよく、椎茸特有の旨味成分であるグアニル酸がたくさん出てきます。ドンコ、コウコは12時間くらい、コウシンは6時間くらいが目安です。足の部分が柔らかくなれば水戻りは OK です。インターネットでは椎茸を早く戻す方法として、温水で戻す、砂糖を加える、電子レンジを使って戻すと様々な方法が取り上げられていますが、温水や加熱して戻してしまうと、椎茸の旨味成分であるグアニル酸が発生すると同時に、別の酵素が大事な旨味成分を破壊してしまうため、あまり好ましい方法とは言えません。椎茸本来の美味しさを堪能したいのであれば、戻し時間は多少かかっても、ある程度の時間をかけることは大切です。栄養と旨味がたっぷり凝縮された戻し汁の賞味期限は、冷蔵保存であれば 2,3 日程度、冷凍保存なら1ヶ月程度です。製氷皿に戻し汁を入れ、凍らせた後、タッパーかファスナー付きの密封袋などで保存しておけば、欲しい分量だけ料理にすぐに使うことができます。本来は冷水で戻す干し椎茸ですが、戻した干し椎茸を具材として使用するなら、冷たく冷やしたトマトジュースやコンソメスープ、かつおだしや昆布だし、めんつゆで戻すという方法もあります。冷水同様、ひたひたに浸かる量で6時間から12時間前後冷蔵庫で寝かせれば、旨味成分が染み出した戻し汁と戻した椎茸を具材として一緒に調理することができます。煮物、
お味噌汁、お蕎麦やそうめんのつゆだけでなく、リゾットやパスタ、ポタージュも美味しく作れます。最後に干し椎茸を使った面白い組み合わせをご紹介します。それは干し椎茸の粉末をバニラアイスに振りかけるというもの。テレビなどで紹介されているのでご存知の方も多いかもしれません。おろし金を使って干し椎茸をすりおろし、市販のアイスクリームと混ぜ合わせるだけで完成です。テレビではアイスクリーム 200g に対し 3g 程度、これは小さじ1杯程度になりますが、これをかけて食べると旨味が出て濃厚になり美味しいと言われていましたが、椎茸丼屋の姫野一郎商店さん曰く、小さじ1杯、先ほど言った通り 3g 程度では全然足りないくらい、 4、5杯程度入れても大丈夫、いや入れた方がいいとのこと。詳しくは特設サイトにリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひそちらをご覧ください。さて今回のフードインブルームでは、秋の味覚椎茸についての豆知識をお送りいたしました。香りよし味よしの秋の味覚椎茸、多くの農園では9月中旬になると椎茸狩りも始まります。日中はまだまだ暑い日が続くとはいえ、朝晩は随分過ごしやすくなりました。季節の変わり目で体調を崩しやすくなるこの時期、旬の美味しい椎茸を食べて健康維持に役立ててください。ブルーミンデイズ、日々これ良き日。